マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。今回のテーマはこちらです。最強の痩せるチーズケーキとはということで、私が今ハマっている美味しいチーズケーキお伝えしていきたいと思います。あなたはいかがですか？今ダイエット中で、もうそういえばここ数ヶ月ケーキなんか食べてないなとかですね、一生懸命我慢していらっしゃるかもしれませんよね。またすごくね、我慢しすぎて結果食べ過ぎちゃったっていうね、よくわかります。過去の私もそうです。我慢すればするほど反動でもう後で爆食いっていうね、もう非常に良くないサイクルになってしまうわけですよね。そこで今回はダイエット中であっても美味しくて、しかも食べて痩せることができるチーズケーキについてお伝えしていきます。もしあなたがダイエット中でね、もうケーキ食べたいのに我慢するのは正直辛いですっていうことであれば、ぜひ最後までご覧ください。この動画の内容はこちらのスケジュールで進んでいきます。1つ目、なぜこのチーズケーキで痩せることができるのか。そして2つ目、最強の痩せるチーズケーキの簡単なレシピをお伝えしていきます。では1つ目の項目についてです。なぜこのチーズケーキで痩せることができるのっていうことで、ズバリですね、それは全て材料が腸内環境を整えるもので作っているからなんですよね。これとっても大事です。でまず1つ目は無糖のオイコスヨーグルトを使っていきます。でこのヨーグルトも私すごく今もう大好きでハマっているんですけど もうとにかくですね、滑らかで、もうすくってもね全然スプーンからね落ちないっていうぐらい、ものすごくもうクリームっていう感じのヨーグルトなんですよ。でプラス普通のカップヨーグルトと比べると、なんとタンパク質がですね3倍も入っているという、要するにカップヨーグルト3個分食べたのが、まあ、イコール1個で済んじゃうっていうぐらいね、まあ、コスパもいいわけです。そして発酵食品ですから、腸内環境も整って、あの、ね、お腹がどんどんその痩せる菌が増えてですね、まあ、痩せ体質になることができますし、まあ、プラス発酵食品というのはその腸内環境を整えてね、よくしてくれる菌たちのまあ餌となるものです。そして脂質がねゼロなんですよね。また低カロリーというヨーグルトになっています。そして次の材料は蜂蜜になるんですけども、オイコスヨーグルトもですね、実はいろんな種類があって、まあ、味がついてあるものとか果糖、まあ、お砂糖がね入っているものありますが、私はですね無糖のオイコスヨーグルトを使うんですよね。なぜかというと、まあ、お砂糖とか添加物が入っていると太ってしまうからです。腸に負担かけてしまってね、代謝が落ちてしまいます。そこで今回は天然の蜂蜜を甘味料として使いました。蜂蜜ってね、もちろん摂りすぎたら太っちゃいますけれども、カロリーオーバーで、でも適量であれば逆にダイエット効果があるんですよね。例えば脂肪燃焼効果があったり、腸内環境を整えてくれるオリゴ糖が入っていたり、ポリフェノールも入ってますから代謝が上がります。結果燃えやすい体になって痩せることもできますし、しかもね栄養価がすごく高い、まあ、栄養たっぷりの甘味料なんですよね。いいと思いませんか？こういったものを摂るだけでしっかりと栄養も摂れてしまうというね、栄養がしっかり摂れてさえいれば痩せホルモンの材料もゲットすることができるので、もう一石何鳥もある甘味料ですよってことになります。ではここから2つ目の項目です。痩せるその最強のねチーズケーキっていうのは何ぞやということで、今回私が作ったのは腸活、まあ、要は腸を整えて元気にする活動のことですよね。そのベースで作ったまあチーズケーキ、まあ、材料が要するに腸活メニューの材料なんです。で材料は1個分です。無糖のオイコスヨーグルトを1個、まあ、1カップ準備しましょう。そして次にクリームチーズが大さじ1/2、蜂蜜大さじ1、あとゼラチンが 2.5g ご準備ください。でこの時にはクリームチーズもまあチーズでね、発酵食品ですからもうダブル効果で痩せ効果がアップしますし、ただしあの市販のチーズクリームチーズですね、結構あのpH調整剤とかいろんな添加物残念ながら入っているクリームチーズがほとんどなので、今回私がセレクトしたクリームチーズというのはもう無添加の安心安全のものなので、ぜひそういったものを選んでいただければなと思います。でまた蜂蜜もあの無添加ですよね。お砂糖とか香料とか余計な人工甘味料が混ざっていない天然のものを選びましょう。はい、ではここからは具体的な作り方と私が実際作っている実演動画、そしてさらに痩せる食べ方ポイントについてお話しして終わっていきたいと思います。まず作り方です。1、
ゼラチンをですね耐熱用の器にこう入れたら、そこに水大さじ 1.5 程度ですね、加えていただいて、ちょっとよくね、なじませて電子レンジで軽く数秒レンチンされますと溶けます。そして2番目、オイコスのヨーグルトカップを開けていただいて、そこに全ての材料を入れてですねよく混ぜたら、3つ目、冷蔵庫でだいたい 2,3 時間経つと冷えてね固まって完成ということになります。ではここから実演動画ご覧ください。どうぞ。さあいかがだったでしょうか。もう今私がドハマりしているこのね痩せるチーズケーキなんですけれども、実は私の一人娘もね、JK、受験生なんですけど大好きで、もう毎日ね一緒に食べているぐらい大好きです。でただし痩せるポイント食べ方がありますから、私も娘も守っていますので、ぜひご一緒に守って召し上がっていただけたらなと思うことがあります。まず一つ目はですね、そのオイコスヨーグルトに限らず、やっぱり発酵食品というのは毎日必ず摂っていただきたいなと思うんです。私の場合は、オイコスヨーグルトでも摂れていますし、他にも味噌汁、納豆、ぬか漬けとかね、そういったものでも補っています。それが痩せるポイントなんです。なので今回この発酵食品であるオイコスヨーグルトを使ったチーズケーキを私がお伝えしたってことになるんですよね。で2つ目、1日
1個までですということで、これねもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。なのでもうほんとね、もう2個でも3個でもね、実は私食べれるんです。それぐらい食べれちゃうから美味しいんだけれども、それはね食べ過ぎですよね。なのでやっぱりね、まあ、1日1個にしています。そして3つ目、実はですね、お米やパンの代わりにこういったタンパク質を置き換えて食事をするっていうのも痩せるポイントです。例えば夜ご飯、特に炭水化物、お米とかパン食べますよね。麺類でもいいです。そういったものをお休みする代わりに、このオイコスチーズケーキですねを召し上がっていただくとね、痩せますっていうことですね。本当におすすめですから、やっぱりねご飯とか、まあ、お米とかパンとか食べたいじゃないですか。なんか物足りないってねなると思うんですよ。その代わりにちょっとこのね手作りの痩せるチーズケーキで、まあ、ご自分の、まあ、こう満足感が満たされればいいなと思うんですよ。何もかも我慢すると続けませんから、こうお米をね我慢した代わりに、じゃあこのおやつを食べようかなっていう時の代わりになるベストなおやつということになりますから、タンパク質が取れると痩せますので、ぜひ参考にされてみてくださいね。今回の動画の内容は以上になります。いかがでしたでしょうか。もしね今のお話聞いていただいて、ああこれだったらねできそうと思っていただけましたらとても嬉しいです。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても励みになりますし嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。